どうもケムシでございます。はい、そんなわけで今日は気まぐれビートクックじゃないです。気まぐれビートクック自体でそもそもパクリ企画なんですけれども、今回はですね、歌の前にちょっとだけ皆さんにお知らせがあるので、そのお知らせをしたいと思います。それがこちら。はい、ビート作るというグループでですね、私活動しておりまして、今改名してパッパラッパーズという名前でやってるんですけれども、ビート作るのファーストアルバムハッピーアワーが今回サブスク解禁ということで、ぜひともね、まだハッピーアワー聞いたことがないよという方、ちょっとね興味はあるけど買うまでには至らないという方、ぜひともね Apple Music とか Spotify とかありますんで、そちらの方から曲聴いてみてはいかがでしょうかというお知らせでございました。でもう一つお知らせといいますか、ゆらゆらという曲をケムチャンネル7内でアップしたと思うんですけども、あれ実はまだ仮歌で音もちゃんと出来上がってないんですよね。ミックスマスタリングとかもされてない状態でございます。今度ですね、そのもう完成版、もうちょっとね曲とかにもアレンジが入った状態で、製品版といいますか、そちらの方がですね、なんとリリースされるということで、リリースは僕の名義じゃないんですけれども、いつもお世話になっているシーザープラネット、いろんなアーティストの楽曲をね、手がけている、作曲家、編曲家、作詞、作曲、編曲家でございます。その人の、アルバム、5月31日かな、発売になりますんで、さっきね、完成品ちょっと聞かせてもらったんですよ、ゆらゆらの。びっくりしたね、ここまで変わるんだということで、ぜひともね、皆さん楽しみにしていただきたいなと。もう僕が上げてるやつなんてもうなんだろうな、月とすっぽんぐらい違うっす。まあ同じ曲ではあるんですけど、だいぶねイメージが違うんで、新しいゆらゆらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。新太くんも YouTube やっておりますんで、動画説明欄に URL 貼っときますんで、よかったら皆さんそちらの方から飛んじゃってください。よろしくお願いします。ということで今日のラップなんですけれども、ニュースになる男というタイトルでお送りさせていただきたいと思います。ということで皆さん、曲を聴く前にチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは聴いてください。ケムシでニュースになる男。エンジョイした結果すぐに炎上、ほらまた君の担当止まる心臓、強制じゃないが節操がない反省、もしないなら強制じゃない、悪いニュースになるたび息してない、あの子のことなど気にしてない、でも他のメンバーが惨めじゃない、これはいじめじゃない、ちゃんとけじめなさい。まあ正直モテすぎ羨ましい、完全在宅うさばらし、気持ちわかるけど今じゃない、今は画面越しに手ゴシゴシ映さない、特に大年寄り、問題も事務所が大年寄り、行動一つで死人が出る、まだコロナ禍遊ぶ頃じゃないな。ニュースになる、すぐニュースになる、またニュースになる男、青いベンチに座って味噌スープでも飲んでメンタルを自己修復、ニュースになる、すぐニュースになる、またニュースになる男、青いベンチに座って味噌スープでも飲んでメンタルを自己修復。一度きりってありきたりな言葉も音に合わせて歌えば、あら不思議なんかいいかも、そろそろ時間のシンガーソング、 Come on everybody let's forget that この瞬間